お兄様、何をご覧になっているのですか？綺麗な子ですね。お前ほどではないけどな。いつもいつもその手でごまかせるとは思わないでください。ごまかしてなどいないさ。俺は本心からそう思っているし、そういうつもりで彼女を見ていたわけでもない。風間少佐のおかげで成層圏プラットフォームの監視カメラが使えるのは助かるな。お兄様、行かれるのですか？はい、その時は一緒に。約束ですよ、お兄様。でも、ダメな妹だと思われてもいい。それでお兄様がそばにいてくださるのなら。もし私が四つ葉の当主として自立してやっていけると判断されたら、お兄様は私の元を去ってしまわれるかもしれない。いいわよ、私のことを黙っていてくれるなら。達也とみゆきのことも黙ってる。どうせ誰にも取り合ってもらえないだろうし。そうか。お兄様はなぜリーナを助けようとなさるのですか？リーナに特別な感情を持たれているからなのですか？俺はリーナにスターズを抜けてもらった方が将来的に都合がいいと考えているだけ。お兄様、どうぞ召し上がってください。みゆきがお兄様のためだけにご用意したバレンタインチョコレートです。フォンディのブランデーが強かったんだろう。少しソファーで休んでいなさい。片付けは俺がやっておく。はい。なぜ私はお兄様の妹なのかしら。お兄さんがロリコンだとは思わなかった。誤解。それショーマが忘れていたやつだから。だよね、兄さん大きい方が好きだもんね。うん。でどうして膝枕？兄に甘えるのも兄を甘やかすのも妹の特権なのです。うん、よくわからん。だったら水葉は俺が恋をしたいって言ったらどうする？通報する。なんで？冗談だよ、兄さんが真剣ならちゃんと応援してあげる。兄さん、ん？ドライヤーして。あ、うん、いいけども。え、そこなの？ここがいいの。今日の水葉さんは甘えん坊か？兄に甘えるのは妹の特権なのです。権力を振りかざされちゃ仕方ないな。うん、よきに計らえ。どこの殿様だよ。兄さんもシスコンという名の変態だし。シスコンは変態じゃありません。はい、終わり。ありがとう。水葉、怒ってる？別に怒ってない。ただ兄さんは私の兄さんなんだからね。私はあなたが好きです。優しいところも甘やかしてくれるところも何にでも一生懸命なところも不器用なところも全部全部好きです。水葉の気持ちは嬉しいよ。でも俺たちは、私たちは兄弟だから恋愛感情を抱くのは間違ってる。ああ、間違ってると思う。私も先に謝っておくね。え？間違ってなんかないよ。私の兄さんに対する気持ちは何一つ間違ってなんかない。だって、私と兄さんは本当の兄弟じゃないんだから。兄さん、ちゅまたしちゃった。好きな
人にキスしたいって気持ちは間違ってないと思う。好きな人って、兄さんは私のこと嫌い？そんなの。私は兄さんが大好きだよ。それに私、何気におっぱい大きいよ。俺は胸の大きさで女子を選んだりは。気になるなら試してみる？水葉がそういう手段を取るなら俺にも考えがある。こら待って、家出をします。あの時俺は水葉のお兄ちゃんになるって言ったんだ。決めた。俺はこれからも水葉の兄さんでいよう。嘘です。お兄様はいつも私を叱ってばかり。嘘じゃないって。お前が俺のことを考えてくれているように、俺もお前のことを思っているんだ。お兄様、そんな思っているなんて。何か誤解をしているような気がするが、まあいい。可愛い妹の晴れ姿をこのダメ兄貴に見せてくれよ。お兄様はダメ兄貴なんかじゃありません。ですが、わかりました。わがままを言って申し訳ありませんでした。それでは行ってまいります。行っておいで。はい。そうですか。まあ確かに考えたことはあります。血のつながりがなければ恋人にしたいと。もちろん冗談ですよ。いえ、あの、何でもありません。すみません、お兄様、私のせいで。お前が謝ることじゃないさ。お兄様。あの、お二人さん。みゆきがこんなに恥ずかしい思いをしておりますのに、お兄様はいつも平気なお顔。いや、みゆき、あのな。それとも私では異性のうちに入りませんか？入ったらまずいだろう。お兄様は三枝先輩のような方がお好みですか？この日常は今しか経験できないものだと分かっているからね。俺はお前と普通に学生でいられることが楽しいんだ。お兄様。そういうわけで今日のところは日常に戻ろうか。今はお前の方が優先だよ。そんな、お兄様ったら私の方が大切だなんて。意味は合ってるが、ニュアンスは致命的に違うような。行こうか。はい、お兄様。あの、みゆきもお兄様と同じです。みゆきもお兄様が何より大切です。その、よろしければ隣にいていただけないかと。甘えん坊だな、みゆきは。いけませんか？みゆきはお兄様に甘えたいのです。いいよ、子守歌は歌えないけどね。今夜は私と寝てください。え、なあ、アキコ、そりゃ昔はね、同じ布団で毎日寝てたさ。でもな、今は僕もお前も16歳だ。同じ布団で寝るような年じゃない。わかるよね？よくわかります、お兄ちゃん。うん、わかってくれた。はい、初夜からいきなりお布団じゃなくてお外でするだなんて恥ずかしいですけど、私頑張ります。ちょっと寒そうですけど大丈夫、すぐに暑くなってくるはずです。いやいや、ちょっと待て、何を言ってる？初夜って何のこと？愛し合う男女が初めて迎える夜のことです。じゃあおやすみ。あ、待ってください、お兄ちゃん。ん？せっかく来たんですから、ぜひお前の続きを。はぁ、ひどいです。期待させておいて何もしないなんてひどすぎます。お望みなら私もう一回お布団に入って寝たふりしてもいいですから。お兄ちゃん。あきこ、
お前はいい子だよ。本当に？僕はお前をいつだって大事に思っている。お、お兄ちゃん。愛してるよ、アキコ。あくまで妹としてだけど。まあ、そりゃそうだな。ねえ。お兄ちゃんでも、お兄ちゃんだけど、愛さえ合えば関係ないんです！これは、チャンスなのでは？暗がりでお兄ちゃんと二人きりに、私、やっぱり一緒に行きまーす！そりゃ心強いね。はい！なので、怖くなったら遠慮なく抱きついてくださいね。あ、その前にまず手をつなぎましょう。下心丸出しだな。わーい！お兄ちゃんの肩車なんて何年ぶりでしょう。私、もう思い残すことはありません。大げさだな。私の人生はすべて、愛するお兄ちゃんただ一人のためにあるんです。お兄ちゃんと結婚することさえできれば、私は完全なる勝ち組として、今後の人生を満喫できるんです。そうね。血のつながった愛するお兄ちゃんと結婚。できるといいわね。で、私はこの国の総理大臣になって、血がつながった兄弟でも結婚できるように法律を変えてみせますから！その時になって法律が変えても知りませんからね！